ビバビバ那須塩原。さて、那須塩カフェのコーナーに行きたいと思います、はい、今日もゲストさんお招きしております。本日のゲストさんは、英国伝統紅茶館アンティーズさんの、室井正弘さんです。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。で、みんながね、こんな格好してるので、イギリスの話をするかなと思いきや、はい、ちょっと違うんですね、今日は。またいつもと違っていいかもしれないですね、この絵がね。こちらにあります、ナスロイヤルミルクティーですね。こちらの今日はお話を室井さんに伺いたいと思います、はい、ではこれをなぜ今日室井さんがお持ちいただきたか、ちょっとご説明をお願いいたします。はい、はい、まあ、あの那須のですね、那須地区、この地区では地場産業で一番大きい酪農ですね、うん、本州一の、あの出荷量を誇る牛乳をですね、なんとか活かせないかというふうに考えてまして、うん、それでまあ私の扱っている紅茶と、まあ、コラボして、まあ、ロイヤルミルクティーというあのネーミングをつけたんですけども、うん、やはり、まあ、あの那須町にはあのロイヤルロードがありますので、まあ、そのロイヤルをあの使ったんですね。うん、あのたまたま今日発売が、あのイギリスのね、ロイヤルウェディングとちょうど日にちがあったんですけども、実はあの本来は4月1日発売を予定してたんですが、うん、震災の影響で牛乳工場がやられちゃいまして、もう大変なあの被災になって約1ヶ月以上あの稼働できなかったんですね。あ、それ大変でしたね。それでやっと稼働できることになりましたので、急遽、まあ、29日に発売ということになったんですが、まあ、その時ちょうどあのイギリスのロイヤルウェディングと同じ日だったっていうことですね。ロイヤルウェディングですし、先ほどのロイヤルロードってありましたけど、はい、昭和天皇のバッジ、うん、そうだね、はい、あ、すごいじゃない今日。ああ、なるほど。で、なぜこの何でしょう、ロイヤルミルクティーを発売にこう至ったというか、はい、なんかいろいろ大変だったというふうに伺ったんですけど。そうですね、はい、まあ、あの牛乳消費ってあの日本では少ないんですね。で、一時こう牛乳を捨てられてたとかね、酪農家さん大変苦しんでいた時期がありまして、うん、まあ、あのなんとかその消費をあの増やすことできないかということで、まあ、個人的にはいろいろやっていたんですが、うんうん、なかなかうまくあのつながらなくて、うん、まあ、今回酪農さんたちの協力と、それから、まあ、飲食店組合さんの、協力で、まあ、あの商品化をあのできたわけですね。はい、そのね、いわゆるミルクティーっていうといろいろ種類ありますけども、はい、あの今回室井さんがかなり こだわられて、まあ、元々ねお店自身も英国伝統紅茶館というぐらいですから、こだわられたと思うんですけども、はい、その辺のこうなんでしょうね、これに決めたというような、そういうのはありますか。そうですね、まあ、紅茶に関しては、まあ、あの紅茶の話をすると長くなるんですけどもまあ、あの私の扱っているこの英国伝統紅茶っていうあのものはですね、一般の紅茶と違いまして、まあ、あのイギリスのビクトリア時代に、まあ、完成した製法なんですが、まあ、これはあのイギリスの大英博物館にあの文献が残ってるんですけども、その文献を、まあ、忠実に再現して作られたこうあの茶葉が英国伝統紅茶という名前なんですね。ですからイギリスの中にもあのブリティッシュトラディショナルティーという、まあ、日本名で英国伝統紅茶というのが存在します。はい、まあ、あのですからこうなんでしょうね、大きな違いっていうのは、まあ、よくあのえぐみっていう、うん、まあ、あの紅茶を飲むと口の中にちょっとこう、はいはい、柿渋のようなもの残りますね。あれが全く入ってないっていう、ね、まあ、それと、まあ、那須産の牛乳をコラボでしたことによって濃厚な味が出せたっていうことですね。あ、なんか飲んでみたくなりますね。それ私今朝飲ませていただいたんですけど本当に美味しかった。うん、あのね、なんかこう
ね、まるでグルメ番組みたいになっちゃいますけど、あの本当にそのおっしゃるようにえぐみがないんですよ。で、あの少し甘みもあるんだけど、それが残らない口の中に、ですよね。あれはすごい不思議な感じですね。でもイギリスの方ってやっぱりこうミルクティーをたくさん飲まれるんですか？あ、イギリスの方はミルクティーなんですね。基本的にあのストレートティーとかはないんですね。あ、そうなんですか。はい、へえ。これはあの歴史の中で、まあ先に紅茶はあの先なんですけども、イギリスに入ったものは、あのただの、まあ、一般に飲まれていたのはコーヒーなんですね。あ、コーヒーの方が先なんです。あの一般の方が飲まれてたのは、その時にやっぱりコーヒーが苦いんで、牛乳と砂糖を入れて飲んでいたんですね。その後に、まあ、紅茶があの体にいいということで、紅茶を、まあ、最初は薬という形で飲まれた時にやはり渋いんで、あの牛乳を入れて飲んだっていうのが説らしいですね。まあ、はっきりした話ではないですけども、ただそれですからイギリスではあの紅茶を頼めばあのミルクティーですね。なるほどね、はい、結構僕コーヒーも紅茶も苦味とか渋みが好きだったりするんですけど、でもそれがないのを飲んだらまたそれはそれですごく美味しいんだろうなと思って興味津々ですね。で、紅茶の話聞きたいでしょ。はい、でもそれはまた別の機会ということにしてで、このね、パッケージでいわゆるなんてでしょうね、あのファーストフード感覚というか、はい、という感じで売られるようになったこのなんか理由というかあるんですか？そうですね、あのお店であのレストランとかね、あのティールームの中で、あのカップで飲む方法もありますけども、まあ、あの一般にこう気軽にですね、味わってもらえる方法がこの方法が一番いいかなということで、私今朝いただいた時は、はい、あの冷たくこれでいただいたんですけど、あの冷たくねいただいたんですね、はい、でアイスで、アイスミルクティーっていうんですかね、いただいたんですけど、あったかくもできる、はい、あの簡単にできまして、このカップあの蓋をしたままですね、この状態で電子レンジに入れて、あの家庭用の電子レンジでしたら1分程度かけるとあのホットになります。そうですね、温めでやっちゃうと大変かもしれない。ね、ミルクモード、ホットミルクモード、そういうのがあればそれがいいですし、時間で1分とかで。そうですね。あまりあの熱くすると、あの別に問題はないんですが、実はあの牛乳に膜ができるんで、はい、ちょっと飲みにくくなりますので、牛乳の膜を作らない程度の温度であれば約1分ですね。これあのかなりパッケージよくね見えないかもしれないんですけど、あ、出てますね。かなり可愛いんですよ。可愛いですね、すごく。なんかこれもいろいろデザイン考えられたんですか？そうですね、はい、あのまあロイヤルっていうことで、まあ、あの王冠をあの、まあ、あのいろんなね、紋章がありますけども、本来はその上にあの乗るものは牛じゃないんですけども、まあ今回は本来はなんだ、ライオンか、違うな、まあ獅子とかいろいろあるんですね、はい、あの、まあ、いろいろあるんですね、なんとか家なんとか家、そうですね、あの鳥であったり紋章に、そうですね、紋章によって違うんですけども、まあ、そこにまあお遊び感覚で牛を乗せたんですけどもね、はい、で裏も、ちょっとこだわりのマークが実は入っているんですね。これはそれはあの那須さんの、まあ、あの那須地区のですね、牛乳ということで、実は那須地区はミルクの国というふうになってるんですね、まあ、そのロゴをお借りしまして、それを、まあミルクの国のロゴ、そうですね、那須大地球牛乳、はい、これは那須さんの牛乳のブランドです、そうですね、売ってますね、これね、それを使われているということですよ ね、 そ, うですね、はい、それと室井さんのところの紅茶で作られてるということですね、はい、いやでもいい相性ですよね、紅茶と美味しい牛乳と、そうですね、飲んでいただくと全く違いが分かると思います。これはどこで買えるんですか？実は今この販売はちょっと限定しまして、まあ、那須地区ですね、まあ、県北那須塩原、まあ、それ以外では販売しないというちょっと限定しているんで、今現在は、まあ、とりあえず私のティールームか、ただ那須ロープウェイとか、まあ、那須飲食店
協同組合さんの店舗で一部あの販売を始めたところです。そのね、なぜそういうふうにしてるかっていうのは後半のお話でお聞きしたいかと思うんですけども、ちなみにこれは1杯おいくらで？350円になります。安くてこないですか、このその今までのこだわり。本格的なものですね。そうなんですよ、ちょっとそれが私はびっくりしたんですけど、一度は飲んでみないとね。飲みたくなってきましたね、飲みたいですよ、そうもうちょっとお待ちください、はい、後でちょっといい情報をお知らせしますからね、はい、というわけで、じゃあ前半はね、このミルクティーのことについてお伺いしました。後半はもうちょっと室井さんのね、熱い思いについて伺いたいと思いますので、はい、先ほどはこちらの、ロイヤルミルクティー、那須ロイヤルミルクティーについてお伺いしました。今日本日のゲストは英国伝統紅茶館アンティーズの室井さんにお越しいただいております。後半はですね、これだけで室井さんの思いは止まりませんのでということで、ここから始まる室井さんの今お考えになっていることをちょっとお伺いしたいと思います。これはなんか第1弾の、ね、そうですね、お考えなんですよね、はい、第1弾、はいはいはい、どうでしょう、これから那須町、那須塩原市をどういうふうに盛り上げようかみたいな、ね、お話もあると思うので、はいはい、そうですね、あの先ほどもお話したように、あの那須町、あの牛乳はですね、本州一の出荷量を誇る、うん、と言いながらあまり知られてないというか、あの実はあのミルク街道というのがありますね、と言ってもあまり見られ知られてない、あまりあのミルク街道というのはあるけど、なあのあれは何という質問も受けるんですけども、答えがないんですね。そうですね、ミルク街道って名前知ってますけど、うん、じゃあミルク街道で何が手に入る、そうですね、何か楽しいところがあるのとかっていうと、そうですね、ない、あまりそういうものないですね、あの正統派的にこう牛乳でこうあの皆さんに飲んでいただこうという気持ちは分かるんですけど、はい、やはり牛乳をたくさん消費してもらうには何かこういった商品、あの牛乳関連のですね、乳製品を、まあ、商品化した方がもっとこうあの消費してもらえるんじゃないかという考えがあったんですね。あ、なんか加工したりっていうことですか。そうですね、まあ、スイーツにしたり、そういったものに加工すればもっとあのなんですかね、こう牛乳の消費につながるんじゃないかっていうふうに思ったんですね。実際結構使ってますよね、使ったものとかも売ってるんだけど、なんかそれがつながってこないですね。そうですね、ミルク街道だからとか、そうです、ミルクの国というものとつながっているものってないですよ ね、 ないですね。牧場でアイスクリーム売ったりとかしてますけど、すね、あとチーズケーキとかありますけど、ね、なんか今一つ、ね、それが那須とか那須塩原とつながってはいな い、 ね、ないですね。単独なんですね、はい、そうそうそう、その店だから売ってるとかっていう、そうですね、あの土地の県っていうのはあの土地乙女、はい、あの一門はですね、出荷量は日本一ということで有名ですけども、はい、実は牛乳は先ほど言ったように本州一なんですね。まあ、北海道は別格だと思いますけど、本州一なんですね。戻って一ですからね、はい、それでありながらあのほとんど知られてないところが残念なんですね、私にしては。まあなんとかそれを盛り上げられないか、またアピールできないかということで、まあいろいろ試行錯誤しながら考えてはいたんですけども、まあこれが第一弾に、まあ、あの商品化できたんで、まあ、次第二弾、第三弾といろいろ考えていこうかなと思うんですけども、とにかくその酪農ですね、あの、まあ、牛乳搾乳の方の、まあ、それをなんとか盛り上げて、まあ、あの栃木県といえば、ね、牛乳という、そういうイメージをね、日本中に知らせることができたらすごくいいなと思いますし、まあ、私がこういう商品を商品化しましたけども、まあ、いろいろ考えている方たくさんいると思うんですね、まあ、そういう方がどん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 こう出していただけると、あの一つの、まあ、起爆剤のになるかなというふうに思ってます。そうですね、またつながっているといいですね、あの美味しい紅茶飲んで美味しいスイーツ一緒に食べたいなと思いますからね。そう、何よりもその私がすごいなと思ったのが、あの、まあ、酪農家はもちろんその牛のプロじゃないですか、はい、で室井さんは紅茶のプロじゃないですか。
でそれが一緒にやるっていうことがすごいと思うんですよ。そうですね、やっぱり酪農家の方が何かを考えたりとか、ね、その商品を考えられたりって言っても、ね、やっぱり限界も、ね、そうですね、あるし、はい、で本当に人間一人じゃできない、できないことって二人三人合わさるといろんなことできるってありますね。であの日本では米の消費量が落ちてますよね、で実はあの牛乳の消費量も落ちてるんですね、それの消費を上げるために、まあ、国は米の消費量を上げるために何を考えたかっていうと丼物なんですね。あ、そうなんですか。そうなんですね。そうなんだ。ですから丼物の何ですかね、こう牛丼とか、そういったものを推奨してるんですね。ところが牛乳に関しては手がないんですね、国としても消費をしてください、消費をしてくださいという声だけでは、なかなか消費につながらない。確かに牛乳そのまま飲むだけじゃなく、いろんな使い道あるんですよね。だから例えば学校給食に、まあ、牛乳は飲んでると思うんですが、それだけではなかなか消費につながらない。実はイギリスにですね、牛乳とお米で作るスイーツがあるんですね。スイーツですか？はい、牛乳でお米を煮ちゃうんですね、まあ、牛乳のおかゆみたいな、それで食べても美味しそう、美味しいんですけども、イギリスではそれに砂糖を入れるんですね。砂糖、でそして甘くしてスイーツで食べるんですけども、それはライスプディングっていう名称なんですね。それは熱い状態でも、そうですね、熱い状態で食べる、冷やしてもなんか美味しそうですけど、ふやけますけどね、美味しいですね。それはデザートとして食べる、そうですね、イギリスではデザートとして食べるんですが、実はその砂糖を入れずにコンソメで味付けしたり、実は牛乳と味噌が合うんですね。え、それは使う、合わせたことないな。牛乳と味噌が大変合うんですね。でそれで味噌で味付けしたりして、そしたら味噌味のアイスクリームとか美味しそうじゃないですか。そうです、実は意外にがコラボで味が出るんです。それはなんか試してみたい。第5弾ぐらいでいただきます。酪農家さんに試食してもらったらすごく好評で、年配の方とか、あとはちょっと病み上がりの方にも栄養補給にはいいですね。いいですね。これが、まあ、学校給食で例えば週1回使っていただけると、全国にの学校でそれが広まると、牛乳の消費も米の消費も一気に進みますので、日本では唯一牛乳を、生乳だけが輸入してないんですね。そうですね、そんな CM か何かありますよね。できないってこと、そうですね、ですから粉の状態にして輸入はしてますけども、生乳は輸入されてないんですね。ですからその唯一日本で輸入されてないこの食品、牛乳をもっと盛り上げるし、盛り上げたいというのが私のね考えなんですね。たまたまそこにか紅茶とコラボしてこういうものができたっていうことで、まあ、別に他の方いろいろアイデア持ってると思うんで、どんどんそのアイデアを出して、そうですね、多くの方が関わってくると、そうですね、いいアイデアが出てきそうですね。そうですね、はい、それ願ってます。もう酪農家の方もそういうのは何でしょうね、協力的なんですか。そう、大変協力的で、まあもともと酪農家さんもなんとかそういうスイーツとか、なんかそういうものにして販売できないかという考えはあったんですけども、やはり酪農家さんはやはり搾乳のね、プロですから、そちらの方の仕事が、そうですね、そちらを おろそかにしてもらうことってできないですもんね。そんな時にちょっと相談に私が行った時に、まあその話があって、じゃ いろいろやってみましょうということで大変協力いただいてます。楽しみですね、第2弾、第3弾というのが。そうですね。そして先ほども少しね、前半でお話ししましたけど、これが例えば私たちの考えだと、全国展開すればいいじゃないって、輸送のいろいろあるじゃないって思うんですけど、なぜその限られた場所でしか売ってないんですか、これ。先ほどもお話したように那須地区限定で販売してるんですけども、なぜ那須限定にしてるかっていうと、どこでも飲めるものでは価値がないんですね、やはり。やっぱりせっかくこれだけのものが、牛乳も、本当に品質のいい牛乳
まあ、使ってますんで、まあ、その味を他では全く真似できないというふうに自負してますんで、まあ、ぜひこのナス来て、来てこれを楽しんでもらえればなっていうことで、はい、ナスでしか飲めないというね、これがね、だから牛乳もやっぱりそれこそ生ですのでね、そうです ね日持ちもそんなにそんなにしないんですよ、ね、そうですね、新鮮な牛乳の方は美味しいですもんね、うん、そう思う、そういうね、うん、こだわりもあって、その考え方もいいな、一般にね、こうたくさんこう日持ちするこういう飲み水がありますけども、うん、やはりそれなりの加工されてるんですね、そうですよね、ええ、するとやはり味に影響出ますし、あれ、あの本当の生乳とそれから紅茶だけで作るとこういう味が出るっていうのを皆さんに知っていただきたいんですね、すいません、ちょっと飲まないと飲みたくなってきましたね、はい、そうですね、あの室井さんにとってこう那須町とか那須塩原がどういう風になっていくといいなというふうにはお考えですか。そうですね、やはりあの前あの栃木県って影の薄い県ってよく言われてましたけど、実はあの文化がすごく栃木県って根付かないっていうか、文化力が低いって言われてるんですね、文化力、ですからその文化ですね、そういったものを盛り上げて、いければなということで、まあ、あのなんていうんですかね、私が考えているのは今まではこう見る観光なんですね、うん、要するに見物なんですね、物を見る観光なんですよ、はいはいはい、それを学ぶ観光、うん、見る学ぶ観光ですね、見学、うん、見学、うんうんうん、見学っていうのは見て学ぶものですから、うん、その学ぶ観光にしていきたいなっていうのが、うん、あの考えが持ってるんですけどもね、やはり皆さんどちらかというと見物の方の観光になってるんですね、うん、何かを見る、うん、羊を見る、そうですね、うん、そうではなくて見学、見て学ぶ観光に、スイッチしていくとすごく観光業、ね、うん、観光事業も発展するんじゃないかなっていうふうに考えています。文化がないっていうおっしゃってましたけど、うん、あの見ると結構あるのはあるんですよね、うん、そうなんですね、うん、あの先ほどもね、こう音楽会とかいろいろやってますよね、あるんですね、ところが、うん、栃木県にはたくさんの民謡もありますし、それから、まあ、世界文化遺産もありますし、あとはこうバトンのね、広重美術館とか大変あるんですけども、生かされてないのが一番残念なんですね、ですから見物なんで、あの先ほど言った見る観光なんで印象に残らないんですね、で見て学ぶ観光になればすごく印象も、栃木県はすごい、あのいろんなものがあります、ただそれが生かされてないのは、まあ、牛乳もそうですけども、うん、そういった文化も、文化もね、あの栃木県は本当に豊富です。そうですよね、文化力っていうのは生かす力がないっていうことですね、ただあるだけではダメなんですね、そうですね、なるほど、深いですね、だから我々もちょっとそういったところそんな視点で盛り上げていきたいですね、うん、そうですね、これが何かのきっかけに、よろしくお願いいたします、ね、今後ともよろしくお願いしますということで、本日のゲスト、英国伝統紅茶館アンティーズの室井さんにお越しいただきました。本日本当にありがとうございました。